そりゃもちろん戻れるっていうのなら元に戻りたいと思う。そう、うん、そうよね。当たり前よね。ナサヤ、僕は。いいの、フミノリ。もう何も言わないで。サヤ。おやすみなさい、フミノリ。心配しないで。次に目が覚めるときには何もかもが終わっているから。サヤなんだね。なあ、どうして声を聞かせてくれないんだ。そんなこと僕は全然気にならないよ。君の声が聞きたい、姿が見たい。そうか。
あの日君に言おうとしてたこと、保留になってたの、覚えてる？忘れたりするもんか。僕は構わなかったんだよ。君だけが悪いんじゃない。あの時僕に迷いがなければ、君だって勇気を出せた。そうだろう。仕方ないさ。さやはこれからどうするんだい。そうか。帰りたいんだね、さやは。そうか、お父さん、見つかるといいね。もしも気が変わったら、僕はずっとここにいるから、いつでも来ていいからね。さようなら、さよ。